さんこんにちは、しほです。はい、今回はですね、タイトル通り妊娠後期日記を撮っていきたいと思います。現在私は37週と2日入りました。出産も目前というところもあるし、妊娠後期を振り返る動画も撮りたいなっていう感じで、ちょっといろいろお話しする動画を撮っていきたいと思います。ぜひ気になる方は最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで、で、昨日ちょうど私検診があって行ってきたんですが、入院の日も決まり、いよいよ出産になります。上の子を39週と5日で産んだんですけど、下の子、この子はもうちょっと早い週数になりそうなので、本当にいよいよです。多分6日後かな、1週間後にはもう入院しているので、生まれているかなというところで、ほんと直前に撮っているんですけど、今の心境だったり、この後期を振り返る動画を今から撮っていきたいなと思います。いろいろねまとめてあるんですけど、ちょっと今の気持ちとかも話したいので、後期に関してはちょっとざっくりお話ししていきたいなと思います。妊娠後期がまず28週からになるんですけど、妊娠後期はとにかく私は苦しかったです。もう苦しくて苦しくてしょうがなくて、8ヶ月目はもう本当に苦しくて全然ご飯が食べられなかったです。もうね本当に苦しかったな食べたいのに食べられないし、ずっとこう溝落ちらへんが痛い、胃痛がしている感じがして、本当にしんどかったです。であとはだん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 もう胎動も力強くなってくるので、こう結構膀胱が刺激されて、トイレが本当に近くなりましたね。もう妊娠後期はもう胃の圧迫感とこうトイレの近さはやっぱり出てくる症状だなと改めて思いました。1ヶ月の後半、30週31週の時に検診で周期の検査の時の結果が出たのかな。それが私のヘモグロビンの数値がすごく低くて、これは鉄剤を飲むか注射を打った方がいいっていう判断になって、自分もねすごく自覚症状があったんですよね。頭クラクラするなとか、こうめまいひどいなって自覚症状あったし、かなり疲れやすいってのもあったので分かっていたんですけど、やっぱり数字を見てもその通りで、その時はとりあえず私は注射が苦手なので鉄剤の処方でお願いしますということで鉄剤を処方してもらいました。1人目の時も数値が低かったので鉄剤飲んでいて、副作用がある方はあるらしいんですけど、私はね1人目の時は全然なくて普通に飲めていたので大丈夫かなと思って飲んでいたんですが、今回は結構副作用が出てしまって、お腹が緩いのと飲んだ後ねすごく気持ち悪くなって、もうつわりのフラッシュバックがすごかったです。でとりあえず30週の次が32週の検診だったので、2週間は間空くし、とりあえず頑張って飲もうと思って飲んでたんですけど、最後の方は本当に気持ち悪くて全然飲めていませんでした。ちゃんと次の検診の時に注射にしてもらいたいですっていうのを伝えようと思って検診に向かいました。で32週ですね、9ヶ月に入ってからの検診では鉄剤ではなく注射にしてもらったらすごく楽になりました。やっぱ注射だと直接こう血管に入れていくのですごく体が楽になって、最初の1週間ぐらいは良かったんですけど、また次の週ぐらいになってくるとだんだんちょっと疲れやすさも出てきたかなという感覚はあったんですが、とにかく体が楽になったので、注射は私苦手なんですけど、もうもしも同じことになったら絶対に注射にしようと心に決めました。1人目の時も貧血ひどくて、今回も貧血がひどかったんですけど、その症状の中に氷食症っていうのがあるみたいで、私暑いからただ食べてると思ってたんですが、調べたら貧血の方によくある氷をバクバク食べてしまう症状が出ていて、すごく私氷ばっか食べちゃうんですよねって先生に話したら、それはね貧血の方によくある症状で氷ばっか食べちゃうんだよねみたいな、なんかそれがすごくストレス発散になってて、でもしもねこの動画を見ていて自分ちょっと氷すごい食べてるなとかボリボリ食べちゃうなみたいな方がいたら、もしかしたらそれは貧血の症状の一つかもしれないので先生に相談してみるのがいいかなって思います。暑い時期だったので、ちょうど自分が暑いから食べたいという気持ちもあるんですけど、もう本当に無性に氷が食べたくなって、気づいたら製氷機のところで氷取ってパクパク食べてるみたいなのがあったし、アイスボックス大好きでめちゃくちゃ食べたので体冷やしちゃうし
し本当良くないので、ちょっと心当たりのある方は先生にぜひ相談してほしいなって思いました。で、32週の時にですね、トラブルなんですけど、久々に内診をしたらカンジダが再発していたので、またちょっと洗浄してもらってお薬もらってっていう感じで処置をしてもらいました。やっぱり夏場で蒸れやすいっていうのと、妊娠中は免疫が下がりやすくて、中期は特になかったんですけど、初期とやっぱ後期にかけては私はまたちょっと再発してしまっていましたね。32週の時に息子がちょっと体調を崩してしまって、看病もあって、それも看病もあったし、自分も移ったら大変だしっていうので、ちょっと寝不足な日が続いていたんですけど、ここら辺はちょっと動画とか仕事をちょっと休ませてもらって、家族と自分の体優先で生活するようにしましたね。その次の週に今度は私が多分風邪をもらってしまって、ちょうど感じたになっていたので、自分も免疫下がってるなっていうのを感じていたし、もちろん看病はするんだけど、気をつけなきゃ気をつけなきゃとはしてたものの、風邪をもらってしまって数日間寝込みましたですね。で、夫もねこの時期仕事が忙しくて、私がやるしかない状態だったので、とにかく必死で過ごしてましたね。夫が休みの日とかはちょっと、ね、寝かせてもらったりとか、うまく2人で協力しながら乗り越えることができたし、夫はね風邪うつらずに元気に過ごしていたので、やっぱ妊娠中の免疫力の低さっていうのも改めて感じたし、これから先子供が同時に熱を出すこともあるし、順番に熱を出すこともあるんだろうなっていう、ちょっとなんか心の準備というか頑張らなきゃなと思った瞬間でした。で、34週ですね、ついに産休時期に入った時には、まあ風邪がねだいぶ落ち着いてきたのと、たまにちょっとお腹がの張り、生理痛のような張りが本当にたまになんですけど出るようになってきたなっていう感じがありました。ちょっと貧血の症状は続いているものの、胃の圧迫感みたいなのは少しずつ減ってきて、この時期からは結構食べられるようになってきたなって思います。で、またねこの時にちょっと貧血の検査をもう一回やったんですけど、また引っかかってしまったので、まあ自覚症状ありだったんですけどね、鉄の注射を打ってもらって体がね楽になっていった感覚がありました。で、35週に入るともう本当に食欲がすごくて、毎回私も体重大丈夫かなって思ってたんですけど、自分の体重はね思った以上にあんまり増えてなくて、赤ちゃんの方がどんどん増えていきました。で、35週の時点でもう2400あったので、これは今回も大きくなってしまうかなっていうちょっと不安があったんですけど、昨日行った検診では2600ぐらいだったので、まあ、出産する時にはまあちょうどいいぐらいというか、そこまで大きくなりすぎていないんじゃないかなと思っています。でも臨月に入ってくると、とにかく恥骨と股関節が痛くて、もうここ最近は本当に何回痛いを言っているかわからないぐらい結構しんどい時間が多いです。特に寝返りですね、寝返りが本当に辛くて痛いんですけど、でも横向かなきゃ本当に辛いし、なかなかこううまく眠れない、で夜中もトイレに起きてしまうから、もう本当にこの感じがいよいよ貧血授乳の準備をしているんだなってすごく感じています。で、むくみがね一人目の時より全然なくて、動いているからなのか何なのか分かんないんですけど、多少のむくみはあるんですけど、一人目の時はもっとパンパンにむくんでいたので、なんかむくみは二人目の方が本当に少ないのと、あと足のつりとかも 1,2 回は今回の妊娠であったんですけど、一人目の時はもっともうすごい数で足がつったりしてたので、全然そういうところもね違うなっていうのを感じています。最近はですね、とにかく先ほども言っている恥骨と股関節の痛みがある、それから苦しさはねだいぶ減りまして、昨日の検診ではそこまで頭下がってきてないし、 NST っていうねお腹の張りを見る機械をつけてお腹の張りも見たんですけど、多少の張りはあるものの、こう陣痛にすぐつながるような感じの張り感ではないっていう感じで、入院日を確定しました。ずっと座っていたりとかはやっぱりお腹張ってくるし、今もちょっとお腹張ってきてる感じはするけど、赤ちゃん自体もまだそこまで下がってきていないみたいなので、四肢休校も
まだ全然っていう感じなので、今すぐに生まれる感じはないんですけど、本当にいよいよだなっていう感じがしています。昨日の時点で私の体重の増え具合なんですけど、プラス8キロかな。やっぱ結構自分も食べてるのもあるし、赤ちゃん自体ももうぐんぐん成長しているのもあって、今8キロ増えました。はい、ということでちょっと妊娠後期にあったことを振り返りました。で、今はもう37週と2日で、赤ちゃんの体重も昨日で2600を超えていたので、本当にいつ生まれてもいい状態です。一応何があってもいいような状態にはしてあります。今回ちょっと YouTube で、私はこの妊娠期間中リアルタイムでできるだけこう皆さんに自分の今の状況だったり、こんな感じだよっていうのを共有させてもらいました。で、1人目の時はなんかこう自分のライフスタイルが変わってしまって、もともと見てくださっていた方がやっぱ違うなって思って離れていくのも経験したので、今の自分を出すことにすごく後ろめたさを感じていたんですけど、なんか後から振り返った時にやっぱりこうその時の自分をありのままにこう共有した方がいいなって思ったので、この2人目に関してはいろんなことを共有させてもらいました。で、同じ時期に妊娠されている方だったり、もう上の子も下の子も同じ時期に妊娠されて、もう同じような生活を、場所は違えど会ったことないかもしれないけど過ごしていらっしゃる方がいて、たくさんコメントもいただきましたし、それ以外にも新しく私のチャンネルに出会ってくださった方にもたくさん出会うことができました。特にやっぱつわり日記に関してはちょうど私のチャンネルに出会って見てくださってコメント残してくださる方が今でもすごく多くて、今この動画を見てちょっと頑張ろうと思えたとか、絶対終わりは来るんだって思えたので乗り越えますっていうコメントなのは本当にね毎日来ていて、なんかそれを見て私も出してよかったなって思うし、こう SNS の素敵な使い方ができているのかなと思っています。ライフスタイルが変わるし、この一人が二人になるっていうところもやっぱりこう見てくださってる方の中にはやっぱり受け入れられないというか、こう妊娠出産の姿を見たくないっていう方もやっぱり中にはいらっしゃるし、声もいただくからすごく悩む時もあります。やっぱり動画の内容とかそっちに偏りすぎない方がいいかなとか思う時はあるんですけど、もちろん自分の生活も変わりますけど、見てくださってる方もきっとこうライフイベントがあったりとかライフスタイルが変わって変化は続けていくと思うし、私自身もこれから先2人育児になってきっといろいろ変わっていくだろうなって思っています。仕事に関してもやっぱり子供のこと優先なので、なかなか思うように進まないこともきっとあるし、周りのサポートを得ながらも乗り越えてはいこうとは思ってるんですけど、突然動画がストップしてしまったりとか、そんなこともあるかなって思います。で、自分もねこれやってみたいとかあれやってみたいとか、 YouTube もっと頑張りたいなって気持ちはすごくあるし、こう周りのインフルエンサーさんたちがどん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 世界を広げていってる姿を見て、ちょっと自分が置いてかれているなって思う瞬間もすごくあります。これをねこの間の質問コーナーで話した時に、個人でやられてる方だともう自分がどれだけ動くか、自分がどれだけ仕事するかで全てが変わってくるので、全く同じような気持ちですっていうこう DM とかねいただいて、私もね本当にその気持ちはあって、でもみんなそれぞれのペースがあってそれぞれの人生があるから、もう比べないして、自分は自分って思うようにこの先もやっていきたいなって思っています。なんかこうやって思えるまでにちょっと自分も時間がかかったし、家族が増えることはすごく嬉しいから、もちろん自分の人生仕事も頑張りたいけど、育児もこれから頑張っていきたいなってすごく思ってます。とにかく今は、まあ、出産の不安もあるんですけど、こう息子とこの下の子がどういう関わりを見せてくれるのかとか、どんな家族になっていくんだろうっていうワクワクの気持ちがすごく大きいです。あとこう思えてるのは、毎日こうやって動画を撮ったり仕事したり、ちょっと自分をあえて忙しくしてるつもりはないんですけど、何かすることを作ってなんかぼーっとしないで過ごしているからかもしれないんですけど、ちょうど今日金曜日なので明日明後日週末は家族の時間を大事にしてちょっとゆっくり過ごして、また来週の出産に向けて心
心と体を整えていきたいなと思っています。もしかしたらこの次の動画で出産報告できているといいななんて思っていますが、ちょっとまた何かありましたら随時皆さんに共有していきたいなと思います。はい、ということで今回は妊娠後期日記を撮っていきました。初期も中期も撮ったし、つわりのことも撮ったし、今回はいろんなことを発信させてもらったんですけど、少しでも参考になったり頑張ろうって思う動画の一つになれたらいいなと思います。そしていつもたくさんの応援ありがとうございます。ということで今日も見ていただきありがとうございました。妊娠期間中たくさんの応援メッセージだったり心配のメッセージいただきまして本当に支えられました。頑張りたいと思います。では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。